吉谷さん、吉谷さんどうもお疲れ様です。さすがですね吉谷さん何が吉谷さんさすがだというと、今回は2つあるんですよ。一つはですね、やっぱり自分に起きた不幸とかトラブルをきちんとねマネタイズする方向に進むっていう、このスピードですよね。すごいなと思います。まあその前提として、全ての情報をすぐにアウトプットする、全ての経験をすぐにアウトプットするっていうのをすごく分かりやすい例で言っていただきました。これになるほどと思った方結構多いんじゃないかなと思います。そう、桜前線ですよね。春になったら桜がどこで咲くかとか、どこが見どころかとかね、何月頃に咲くのか、それとも天気はどうなのか、こういうことをすごく皆さん気にするんですよ。気にしてそのために予算をかけてメディアっていうのが作られてるんですよね。で、私もサイトをいくつか検索したんですけども、そのうちの一つにサイトではないんですけども、フリーペーパーでね、地域紙、私月刊誌を取ってるんですよ。地域紙ってウィンクってやつがあるんですけども、私の地域にはこんなことが起きてますよみたいな情報誌があるんですけども、なんとですね、先月号にすでに桜のことが載ってるんですよ。で、お花見に行くんだったらこことか、帰りはここによってカフェとか、お弁当はここみたいなのが特集されてるんですよね。すごいですよね。予算かけてこういうことをして、で、春になったら当然そういうのを見て、ねえ、どこ行くっていうふうに、毎年毎年、世の中の人は話題にするんですよ。ってことは、その情報を提供する側になればいいんですよ。じゃあ提供しようと思ってもネタがないとかでしょ。ネタはあるじゃないですか。だってその辺の雑誌とかフリーペーパーとか持ってくれば、3月にはすでにですね、桜のことを書いてるんですよ。で、桜の情報って別に新しくなくって、どこどこに千本桜がありますよ、どこどこはもうスポットがありますよ、どこどこはカフェの中から見れますよみたいなの毎年一緒ですからね。っていうことは別に今年遅れても来年のために情報収集しとけばいいんですよね。で、テレビの方とかも当然なんですけども、いち早く桜の情報を届けた方が自分のところのね視聴者さんが確保できるっていうんでやるんですよ。で、やるにしてもいろんな角度から切り込んでいって、特徴を捉えていってですね、ただ桜がありますだけじゃなくて、まあ、川と一緒に桜とかね、山と桜とかね、船の中から桜とか、もうお茶を飲みながら桜とか、バス旅行で桜とか、いろんな角度で特集を組んでくるんですよ。芸能人が誰だとかね、美味しいもの、スイーツはどうだとか、ラーメンが美味しいんだとかね、いろんな角度からやっていきます。だから何をするかっていうと、アクセスを集めたいとか、ネットビジネスで成功したかったら、ゲットした情報をすぐに放出することなんですよ。これがほとんどの方はできてないんじゃないかなと思います。ほんとさすがだなと思いますよね、吉谷さんね。で、トラブルから学ぶってことなんですけども、皆さんも多分ご存知だと思いますけども、ライブドアって会社が、強制捜査を受けてですね、その後すぐに会社ってのはなくなってしまいました。分散してしまいましたよね。で、そこの代表の堀江さんって人は、結局裁判を重ねた結果、収監されることになったんですよ。収監、牢屋に入ったんですよね。でもですね、堀江さんってのは何がすごいかっていうと、この転んでる時でも売り上げを上げ続けてるんですよ。で、私もまんまとお金を払ってる方だったんですけども、例えば、まな板の上の恋、正論を吐くみたいな本を出してるんですよ。俺はこんな正しいことをやってる。俺は全然間違えてないのに、なんでだみたいなことを本で主張して、その本がブワッと売れて売り上げ立つとかね。で、刑務所に入ったら刑務所で、刑務所ナウみたいな本を出して、獄中から本を書いて、本の出版ブワッと上がってると。で、しかも、刑務所わずみたいな、刑務所にいた時のことを書いてるみたいなね、いくらでも出版してるんですよ。自分の体験とか情報をすべてアウトプットしてお金に変えてると。しかも、堀江さんのしたたかなところは、いやいや、毎年刑務所に行くやついるだろうみたいな。そしたら刑務所に行くやつが、きっと行く前に読むか、獄中で読むから俺の本ってずーっと売れ続けるよみたいな。すごいですよね。もうどこまでインプットアウトプットの速度が速いんだって、私なんて全然追いつかないですよ。私はこっちで自己アフィリエイトの教材を見ながらこっちで自己アフィリエイトをやったみたいなぐらいのレベルなんですよね。で、吉谷さんがすごいのはそれを分かりやすくね、桜の例をとってテレビメディアの例をとってお話ししてくださるってことですよ。さあ、それでその吉谷さんの動画を見て、私の動画を見る間にもうすでにそれを実行した方ってどのぐらいいるかなってことですよね。特に億万長者合宿に来てる方っていうのは、この動画のやりとりってカリキュラムですからね、すでに。これが合宿ですからね。合宿前に合宿なんですよ。で、ご自宅で合宿ですよ、もう。すごい得ですよね。でも、これをやらないってことは、今度は合宿の場に行ってももっとやらないんじゃないかなと思うんですよ。だから、全くもったいないなと思うんですよね。すぐにアウトプット。で、アカウントがバンされた。で、スクエアもうダメだった。全部アウトプットしてますよね。そうすると似たような体験をした人がやっぱり見てくるってこともありますし、
もうまさにロングテールなんですよ。スクエアアカウントを作れませんでした。ペイパルでアカウントを飛ばされましたって人が毎年いるんですよ。これからも生まれてきます。その時に検索して、他にこんな経験した人いないかなって検索したら吉谷さんの動画に当たるみたいな感じで、この動画ってのはちょろ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 数万アクセスとか数十万アクセスに向かっていくでしょうね。動画一本で。で、自分のトラブルをそのまま体験をアウトプットすれば、こういうことになってきて、お金にもつながるってことなんですよね。で、お金につながった挙句、その決済の問題を、このまま吉谷さんは解決するでしょ。解決したら、その吉谷さんの解決にフォローアップして従って、同じ解決方法を取る人が、吉谷さんはもっと教えてくださいってなるんですよ。この動線の引き方どうですかね。だからね、どんなトラブルも自分の、そういったアクセスに変えられる、自分の資産に変えられる。これを速稼塾では失敗資産と呼んでます。失敗すればするほどそれは資産になるんですよってことですよ。最近の話でいきましょうか。私はね、エイリアンウェアっていうのを買いました。あの、エイリアンウェアっていうね、国内で最も高いパソコンだと思います。すごいパソコンです。あの、ちょっとした金額しますよ。70万前後するんですよ。私が買ったやつでも。しかも本体だけですよ。で、モニターは別です。だからすぐに100万ぐらいになるんですよ。そのぐらい腰の入ったパソコンを買ったんだけども、動作不良。新品で。で、返品した。来ました。また動作不良。いい加減にしろ、みたいなね。そんなことも、私は必要以上に腹が立たないの。お、いいネタじゃん、これ、と。お、デルパソコン？エイリアンウェア？めったに買う人がいないこのパソコンを買ってみたらどうなったかっていう動画は出した方がいいなと思って出してるわけなんですよ。まあそういう風にして、多くの方がね、自分の身には降りかかってこないけども、降りかかる可能性のあることに、ちゃんとこういうふうに網を張っているっていうんですか。だからこれがメディア運営であり、情報発信っていうののコツですよね。自分の起きたことをすぐに話すと。で、他の方も、自分が経験したことっていうのは他の方も経験する可能性が高いと。で、同じ経験をした人は必ず検索して問題解決を図ろうとするか、同じような気持ちの人を探し始めるんですよ。うわぁ、自分はこんな悔しい思いした、他にそんなやついねえかなって探すんですよ。いいですか？情報商材を買って、稼ぎませんでした。他にも稼げてないやついるんじゃないのっていうふうに探し始めるでしょ。で、徒党を組んで訴訟を起こそうかみたいな話になるのも一つのね、やっぱりアクションなんですよ。じゃあ情報商材で詐欺にかかった人、お金が稼げなかった人、お金を取り戻したい人っていうふうなサイトを弁護士さんが作るっていう、弁護士が設けるための動線も引いてるんですよ。だから結局あの多くの方っていうのはこうやってインプットしようと思えば思うほど、問題解決しようと思えば思うほど、ずーっとカモになってるんですよ。弁護士さんのカモ、過払い請求で弁護士さんのカモもありますし、パチンコかなんかのね、わかんないですよ。いろんなもののカモになってるんですよ。言い方悪いですけどね。で、別の言い方をすれば、問題解決のために我々は検索をしたり、誰かを訪ねていったり、誰かに救いを求めたりってことを繰り返していくんですよね。じゃあ今度逆の立場で、問題解決を提供できる立場になったらどうですかってことなんですよ。それは収入になりますよね。信頼されますよね。だから人のお役に立てる人になっていきましょう。人を批判しても一円にもなりません。人のお役に立てるようになっていく。これがネットビジネス情報発信の醍醐味なんですよ。問題解決をしてあげることが人の信頼になり、人の役に立って、そしてありがとうと言いながらお金をいただける、こういうルートになってくるんですよね。さすがだなと思うんですよね、吉谷さんね。で、もう一個さすがだなと思うことがあります。それはですね、私の戦略をよくご存知でございますね。私はね、吉谷さんといろんなプロジェクトしますけども、ギャラをもらったことは一回もないんですよ。一回ももらったことがないけども、ちゃんとギャラは自力で稼ぐんですよ。いや、これが本当のビジネスだと思いますよ。だって、吉谷さん、今度プロジェクトいろいろしますけども、僕いくらもらえるんですかって言った瞬間、私はこれ負けだと思うんですよ。自分でビジネスをしてるとかね。自分で起業してる。自分で会社を運営してる。組織体をやってる。ビジネスをやってるって言うんだったら、人にお金をくださいっていう前に、言う前にですよ。自分でどうやったら、あらゆるアクションから、お金を生み出していけるかってことを自力で考えていくのは当たり前だと思うんですよ。ね、誰かにもらうことが約束できないと、約束してもらえないと動かないとかね。そんな形でやってるわけではないんですよ。で、私が吉谷さんに感じてるものってのまさにそこで、それを吉谷さんを組みながら私にやってるだろうなと思うんですよ。うん、あのね、なんですかね。前回吉谷さん、ちょっと僕はね、なんですかね、熱海合宿あったでしょ。熱海合宿の参加費用を私振り込んでるんですよ。振り込んでいたんだけども、結局私は自分の宿泊施設に泊まって、熱海の研修所までこう通ってるわけですよね。だったと思うんですよ。だったよな。だったと思います。うん。でも別に、それがね、お金返してくださいみたいなことにならないんですよ。というのは、私は吉谷さんのね、グループに参加させてもらえることっていうのはある意味、お邪魔しますって感じなんですよ。利用料払わせてくださいみたいな感じなんですよ。
で、吉田さんは吉田さんで私にちょっとギャラ払えなくてごめんねみたいな気持ちでガチンコとかしてくれると思うんですよね。だからこういうふうにお互いに要求はしないけどもお互いに提供してる関係っていうのがね、ビジネスっていうものではないかなと思うんですよ。だからくれないとやらないとかじゃなくて、やらせていただくっていうことの、お互い様っていうんですかね、それがあうんの呼吸でできてるのがこの吉谷さんなのかなと思いますしね。あとまあ他の中村トレーダーとかもそうなんですけどね、中村トレーダーも私がねいろいろとプロジェクトを組むときにはノーギャラですよでもちゃんと自力で稼いでいきますよ中村トレーダー、うん、そういった形があったりね。小野田さんとかもそうでしたけども、広島にカメラ転売塾で呼びましたけども、来ていただきました、セミナーもやっていただきました。ギャラなんて払ってませんし、旅費なんて払ってません、宿泊費すら払ってないですよ。でもきちんと吉田小野田さん、小野田さんで自分のカメラ転売スクールを広島に根付かしてですね、で何人かの方を稼がして、うん、すごくいい形になったなと思います。だからビジネスをするっていうことはそういうことなんではないかなと思いますし、それをきちんと組める吉谷さんはやっぱり、まあ本当にねいい友人だなと思いますし、生涯をかけてね信頼していける人だなと思います。本当面白い部分がありますね。たまに嫌味でね、吉谷さんのマトリックスアフィリエイトみたいな話をこれからも出していくと思いますけどもね、あれすらネタですからね、本当に面白いの。あれでもね、マトリックスアフィリエイトは本当に腹が立ちましたよ。うん、何が腹が立ったかってもう一回蒸し返しますけども、マトリックスアフィリエイトでどんどんアップセルが行われて、私はねそこそこお金があったんでどんどん追加していったんですよね。で大阪のセミナーとかも10万するのにセミナー行って、なんか大した内容じゃなかったんだけども、これからここからいろんな価値を取り出さないといけないなっていうことでね、真面目にやっていったわけですよ。そしたら途中でコンテンツが飛んで、要するに逃げちゃったんですよね。で結局何だったんだろうって話です。本当の詐欺です、これは本当の詐欺。コンテンツ提供せずにお金受け取って消えちゃったわけなんですよね。でもまあね、それは痛かったですけども、畜生と思いながらね、今ネタバラシしますと、畜生と思いながらもね、そのマトリックスアフィリエイトの集まったビジネスの、こうなんですかね、受講生さん10名ぐらいいたんですけども、その中で私大阪のねセミナーに参加したら、勉強会参加したら、あ、速稼塾の久保さんですよねっていう風になって、私はまあ割とその中でリーダーシップ取っていけたんですよ。でそのコンテンツ提供者が飛んだ後も、久保さんなんかこんな事件起きましたけども、なんか知ってませんかっていう風にいろんな連絡いただいて、私がまあまとめ役になってですね、まあもう全然リサーチしても分かんないし、でまあこれいい経験になったんじゃないですかとか、そういったなんですか、コンテンツ提供者が誠実ではないってことも参加した以上あるんじゃないかっていう話をしたんですよ、うん、だから必ずしもね、自分が期待してた通りに人は動かないよってことを込みでやるのがビジネスじゃないのみたいな話したんですよ。集まった時に、集まったって言ったもの LINE グループかなんかですけどね。そうしたら、そういう考え方はなかなかできないけど、さすが速稼塾っていうね、塾を運営してる久保さんだねってことで、新しい信頼いただいて、まあ結構塾生になってくれたんですよ、そっから。まあセールスをしたわけじゃないんですよ。久保さんの下でそういった考えを学びたいんで、お金にはなんなかったし、これからも稼げるかどうかわかんないんだけども、考え方だけをね、ちょっと共有したいんで塾に入らせてくださいってことがあって、結局、そのマトリックスアフィリエイトで、失ったお金はきちんと結果的には取り戻せていて、吉谷さんありがとうございましたみたいな感じになってるんですよね。だから結局ね、その今度合宿あるじゃないですか、湯河原合宿、億万長者合宿、ちょっとね鋭い言い方をすれば、その合宿に来た合宿参加者も仲間でありライバルです。同じビジネスっていう土俵に立ちますんで、どっちかが物を売ってどっちかが買うっていう関係もあり得るんですよね。そういうふうにお互いに価値を提供し合って、お互いに購入し合ってみたいなこう関係も生まれると思うし、で私がね入っていたそのヒルズ塾の中でも、私は物を買ったことありますし、売ったこともあるわけですよ。そういうことが当然起きます。だって全てがビジネスのマーケットですから。でどこに自分が価値提供できるのか、どこから価値をいただくのかっていうことが起きてるだけなんで、仲間でありライバルであり、セールスマンでありね、自分が購入者でありっていう、そういういろんな関係が誰に対してもあるっていう認識ですよね。そういうことをまとめていったら、例えばね、私がもしかしたら吉谷さんから今商品を買ってる状態とも言えるわけなんですよ、間接的にね。これは何を言ってるかっていうと、吉谷さんから物を買ったってことはないですけども、吉谷さんのプロジェクトにノーギャラで乗るってことは、基本的に私が出費をしてるってことなんですよ、吉谷さんのプロジェクトを成功させるために。でも逆に吉田さんから私を見たら、私のその何
合宿での内容を強化する、信頼関係を高めるためにいろんなこのプレゼンをね、今このやり取りの中でしてくれてるっていうことでお互い様になってるわけですよね。さあそこでですね、そこから派生して億万長者合宿に参加すると決めた方、乗っかりがちょっと薄いんじゃないですかね。これほど私が乗っかりのね極意を今お見せしてるのに、これだったら億万長者に合宿に参加しない方が先に乗っかってきますよ。ちょっとね、ここは突っ込んでいってほしい、来てほしいなと思いますね。これだって講義ですからね。で、乗っかることが当たり前ですよ。何かに乗っかってください、常に。例えばね、新幹線で行きましょうか。新幹線の新しい形が出ました。リニアモーターカーが出ましたって言ったら、リニアモーターカーのその発表会場行って、写真 SNS でバッと撮って、アクセス集めるでしょ。乗っかってるわけですよ、それだって。インスタ映えだって全部乗っかってるわけですよ。人が作った料理とかコンテンツに対して自分のコンテンツをクロスマッチングさせていって、インスタ映えする食事みたいなのと魅力のない自分をつなげてるわけですよね。で、信頼の異常を起こしてるわけですよ。移動を起こしてるわけなんですよ。他にもありますよ。AKB の何ですかね、秋葉原の AKB のあれがあるでしょ、ダンスホールかなんかがよく知らないですけども、そこに行ってAKB とこう握手してきましたとか、ライブ見てきましたっていうことも乗っかりなんですよ。なぜなら他の AKB ファンが、あ、どんな風に感じたんだろうとかね、どんなやつが行ったんだろうみたいな感じでやっぱ寄ってくるわけですよ。だから全て乗っかりですよ。乗っかりが浅いんですよ。だからで、すぐに乗っかることです、全てが。なんかね、私こういうの購入しました。なんでしょうかね、これ。ハイパワーデュアルバンド無線 LAN 子機です。要するに Wi-Fi を契約して光回線契約すると、パソコンが遠くにあって光回線がつなげないとかね、線が遠くなっちゃうと問題あるでしょ。でもこれは USB でガシャンコってつなぐと、遠いところでも強力なね電波で3年保証で Wi-Fi の電波を光で飛ばしてくれるわけですよ。逆だ、光 Wi-Fi を電波で飛ばしてくれるわけですよね。これすごいでしょ。これ買った、まあ開けてないんですけど全然。これを買ったってことは、この商品のレビューをすることによって自分のところにアクセスを集めることができるんですよ。似たような問題を抱えている方がどんな商品がいいのかなって探しているときに、自分の発信した動画があればいいでしょ。だから全てレビューなんですよ。レビューをしない買い物はないと言ってもいいぐらいです。はい、ティファールね、ありますよね。これあ、ティファールじゃないけどバッタモンです。ティファールのでも機能は同じなんですよ。じゃあこれが本当に1分で、1.2 リットルのお湯が沸くのかどうかをレビューしてみてください。水入れて、電源入れて、1分間撮影しながらなんか喋るだけ。いや、無言でもいいですよ。で、1分間経ったら、うわー、沸いてますね、あちーとかやったらね、YouTube 完成ですよ。乗っかってください、どん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 。身の回りのものに。乗っかりがちょっとね、ほんと薄いんじゃないかなと思いますね、何もかも。はい。これ。ね、スタンドありますよね。これ、何ですかこれは。一脚ですよ。一脚。これも、例えばね、この、地面の、これありますよね。こういう風に曲がるんですよ、みたいなね。それで、レビュー。曲げると指が痛いですとかね。で、痛いな本当にこれ。で、これは縮めると75センチで伸ばすと180センチみたいなことを言っていくとかね。で、簡単に伸びますよとか、レビューできるじゃないですか、誰でも。で、ちゃんとこれね、ストラップもついててこうやって持てますよとかね、もうなんか自撮りには最適とかやれるわけですよ。もうこういうふうな感じで、あらゆる商品とか、あらゆる出来事とか、あらゆる人に乗っかっていくってことはね、できるんではないかなと思いましたね。私今日いろんなものに乗っかりましたよね。堀江さんの話も出したと思いますし、吉谷さんの話題も出したと思いますし、桜にも乗っかりました。いろんなものに乗っかりますんで、何もね、私だけが乗っかり上手じゃないんですよ。で、私は、その最初にね、20時間ライブっていうのがありましたよね。20時間ライブ、覚えてないかな。吉谷さんがね、20時間ライブっていうのやったんですよ、なんか。24時間しかない1日のうちに20時間ライブですよ。で、こっちも仕事があったり忙しいわけですよ。でも20時間ずーっと付き合うことによって、久保哲郎、広島の久保ですをずーっとね、そこに植え付けたんですよ。視聴者さんにも植え付けたし、司会をされてる吉谷さん他にも植え付けました。で、覚えてもらうこと。ね。情報発信者に自分ってものがいるってことを覚えてもらうこと。これが私の最初の目的だったんですよ。で、そうするとどうでしょうか。私の方にね、メッセージ来ます。Facebook の解説したら、あ、吉谷さんのライブ見てました。広島の久保さんですよね。連絡来ます。友達になります。メディア見てくれます。入塾してくれます。こういう流れが起きるんですよ。だからそういうふうにね、自分が知られてないってことが一番悲しいことであって、
あのネットビジネスって何をするかとかって言ったら、アクセスを集める、見てもらう、集客する、これに尽きるんですよ。これ以外はほとんどやることがないです。みんな一生懸命商品作るんですよ。商品をいくら作って、どんないいクオリティとかね、いいサイト作っても無駄なんですよ。アクセスが集まんないから。で、アクセスを集めることができたら、もう何もかもうまくいきます。アクセスを集めることが。そのためには乗っかってください、最初から。ね。あの、久保哲郎レビューみたいなのずっとやってるとかね。あの、最近ではね、私の、そうそう、昨日京都なんですけど、私のね、FX の動画を見て、私にこういうふうに考えたらいいですよっていうふうに、まあ、指導してくれる人が出てきたんですよ。まあ、ある意味それは乗っかるとも言えなくもないんですけども、本当に私のやってる行動を見て、お手伝いしたいなとか参考になればなと思って、善意でね、コメントをくれたりするんですよ。で、あと、あの、悪いコメントとかをする人も結局乗っかりに来てるんですよね。自分の発信を人のメディアにすることによって、他の人に見てもらって、自分の言ってることをそうだよねっていうふうに乗っかってきてほしいから乗っかるみたいなね。こんなこともあります。もう様々ありますけども、まとめますとね、吉田さんはすごい。吉田さんはどんなところからでも自分を起き上がらせることを知っていると。そして、速稼塾という失敗資産ってものをナチュラルに使ってますよね。もうすでにアクセスを、あの、トラブルによってたくさん集めることに成功してですね。で、吉田さんがそういうことをやってるもんですから、私が乗っかるチャンスまでいただいたみたいなね。すべてがだからチャンス。すべてが乗っかるチャンスなわけなんですよ。なのに、ほとんどの方がね、ペーパルアカウントを話題にしながら、動画を発信するとか、ブログを書くとかね、私たちの動画に対してメッセージとかで突っ込んでくるとかね、メールを送るみたいなことしないわけですよ。あの、アカウントバンされてどうでした？こんな方法がありますよとかね。私、ペーパルのなんとかなんとか知ってるんで、こうやったらどうですか？みたいなことで乗っかってこれるかなと。もしくは、何にも知らなくても、ペーパルって何ですか？って乗っかる方法もあるんですよ。なんかペーパルって聞いたことあるんですけども、そんなに大事なんですか？みたいなことを質問してくれれば、その質問に回答する動画を作るという形で、吉谷さんに乗っかることができると。で、私のところにメールが来たら、私が、もう乗っかられるの承知で、こっちも乗っかるみたいなね。クエスチョンに対して結局コンテンツができるわけですよ。で、多くの情報発信者が、あの、動画の最後にね、こういうことを言う人がいるんですよ。皆さんからの質問を募集してますとかね。ラジオでもそうですけども、おはがき募集しますとかね。アンケート募集します。これはね、コンテンツに困ってる人が言うんですよ。ネタがない人がこれ言います。でもネタがいくらでも出てくる人って、質問が来ると、まあ、ネタがもっと増えるだけなんですよ。でも質問も来なくても、質問募集しなくても、内側からどんどんコンテンツが出てくるんで、尽きないってことなんですよね。まあ、吉谷さんはそっちの方じゃないかなと。要するに、誰から質問されなくても、自分でコンテンツをね、内側から出していける人なんではないかなと思います。無限コンテンツキラーですね。コンテンツキラーっていうのかな。コンテンツホルダー。無限コンテンツホルダーですね。ほんと無限です。100万本でも、10万本でも動画作ると思いますよ、この方は。で、多くの方が、本当に最後になりますけども、自分がコンテンツを持ってることに気づかないんですよ。成功しても失敗しても女の子に振られても、ちょっと恥ずかしいところが見られても全部コンテンツですよ。ね。ちょっと下世話な例になりますけども、中学生ぐらいの時に男の子だったら、何？学校から帰ってくると、机の上にお母さんが部屋の掃除してて、エロ本が積み上がってたことってないですか？ね。こういったこともコンテンツなんですよ。最近ではね、YouTube とか見てると、なんかその、この気持ちいい一人エッチのやり方、男性番長、女性番長っていう動画があって、ついついね、そういうの見てしまって、あ、これわかるわかるみたいな感じでね。それでアクセスが数十万って集まってるんですよ。で、そういうものもある。そういった恥ずかしいものとか、タブー視されていたものを露出することによって、ファンを集める方法もありますし、こういうふうなね、機材のレビューする方法もありますし、これはなんだ？なんかわかんないけど、ネットワークビジネスの、なんかスプレーですね。こういうものをレビューしてもいいですしね。なんでもいい。なんでも。ね。この雑巾。雑巾の畳み方とかでもいいです。自分ではこんなもんにアクセス集まんないだろうと思っているものでも、やらないよりいいんですよ。で、しかも、変なファンっているんですよ。変なファンっていうのは。こうやってカメラのレビューなんてまともな方でライバルが多いんで、いいのか悪いのか何ともわかりません。ただですね、こうやって雑巾の畳み方みたいな動画を作り続けて、いろんな雑巾の畳み方をね、100通りとかやると、これは、あれですよ、ライバルいないですよ。こんなものには。で、こんなものにはライバルがないんで、ブルーオーシャンなんですよ。でも、メジャーなものってのはね、レッドオーシャンなんで、どっちでも一緒ですよね。はい。長くなりましたけども、要するにですね、我々は、
情報発信者っていうのは何かに乗っかっていくってことです。ね。乗っかっていって乗っかっていって、で、自分の体験を全てさらけ出していって、それが全てアクセスになり、アクセスがお金になると。この動線を忘れないことだと思います。で、どんなね、まあ、コメントがあっても、そのコメントに対しても、コンテンツが1個、2個増えるっていうふうに考えていくと、コメントがいただけないっていうのが一番ね、寂しい状態であって、どんなことでもネタにしていけるんですよね。まあ世の中ってのはね、そういうふうな感じでネタに溢れてるってことなんですよ。まあそのぐらいにしておきましょうか。吉谷さんもそう思いますよね。はい。吉谷さんがだから、今度ね、決済のことでお困りでしたら、私はですね、別に銀行振込でいいんじゃないかなと思うんですけどね。銀行振込ができない人はお客さんにならなくていいですみたいなね。そんな感じで、私の場合は銀行振込一発しかないんで、他の方法ないです。分割もないです。だからそれでいい人だけですよね。まあでもね、おかげさまで、本当に、銀行口座にお金を振り込んでくれる方っていうのが、商品買ってもないのに、速稼塾に入ってもないのに振り込んでくださる方っていうのはね、いるんですよね、この低アクセスでも。吉谷さんも同じような体験されると思いますけども、結局人って、内側から出るものにはすごく素直なんだろうなと思います。で、逆に、外から受けた刺激によって行動するものって一瞬なんですよね。まあですんで、そういうのも込みでね、億万長者合宿の参加者の皆さんには、ぜひ内側から出るようなね、そんな、モチベーションを持っていただきたい、気づいていただきたいかなっていうところがありまして、これからもね、そういった動画を提供していこうかと思います。よろしくお願いします。それではね、吉谷さん本当にすごいです。動画のたんびに、さすがだなぁと思うことばかりです。これからも吉谷さんと一緒に、いろんなことをね、やっていきたいなと思います。それはビジネスじゃなくてもいいです。釣りに行ったり、車で遊んだりとか、なんかね、本当なんか意味のない合宿やってみたりとか、なんか、鹿児島でね、海に向かって、バカ野郎って叫んでみたりとか、よろしくお願いします。では失礼します。